限定販売されるのは車内販売が終了した去年10月31日まで東海道新幹線で実際に使われていたワゴン50台です JR 東海リテイリングプラスによりますとワゴンは清掃や塗装修理整備などを行わない状態で販売するということです購入するには抽選で当選する必要があり 抽選の申し込みはチケット販売サービスライブポケットで29日の午前10時から来月5日まで受け付けます。価格は1台10万円、1人2台まで抽選に申し込むことができるということです。